D51 系蒸気機関車は、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が設計、製造した、単式に機頭で、加熱式のテンダー式蒸気機関車である。主に貨物輸送のために用いられ、太平洋戦争中に大量生産されたこともあって、国鉄における、所属総数は1115両に達しており、 ディーゼル機関車や電気機関車などを含めた日本の機関車位置形式の量数でも最大を記録した。この記録は現在も更新されていない。この他に台湾総督府鉄道向けに32両、イブリ重管鉄道に国有化向けに5両が製造され、戦後はソビエト連邦サハリン州鉄道向けに30両、台湾鉄路管理局向けに5両、朝鮮戦争における、 国連軍向けの標準機使用機が2両製造されており、製造総数は1184両に及ぶ。また、1987年4月の国鉄分割ミニエカジには、西日本旅客鉄道に1両が検証され、翌1988年には、東日本旅客鉄道で1両が復積し、この2両が胴体保存されている。 JR 東日本の498号機は、復席後の初仕業で来日中のオリエント急行を、牽引して復活。西日本の200号機は2017年に、山口線の SL 山口号で、本線運転に復帰した。現場の機関士にも操作性の良さから人気があり、デゴイチの愛称は、日本の蒸気機関車の代名詞にもなった。また、デコイチという愛称もある。 1929年に始まった世界恐慌、その影響で日本国内で発生した昭和恐慌により、1930年代前半の日本における鉄道輸送量は低下していた。そのため、恐慌発生以前に計画されていた貨物用の新型機関車の製造は中断されていた。その後、景気が好転して、 輸送量の回復傾向が顕著になってきたため、改めて新型の貨物用機関車が求められた。そこで1936年から製造されたのが本形式である C11K のボイラーで実用化された電気溶接技術を応用して製造され、当時の設計主任である島秀夫は多くの形式の設計を手掛けた中でも一番の改新作として、 同形式を挙げている。新橋駅潮止め口前に保存展示されている国鉄 D51 形状機機関車の動輪。設計の基本となったのは同じく熟配置2から8から2のテンダー式機関車である D50 型で三貫同構成の燃焼室を持たない高架質構造のストレートボイラーを搭載し防大枠を採用するなどの基本設計は共通である。 ボイラー使用圧力は当初、D50K の1 3ラム平方センチメートルに対して1 4ラム平方センチメートルと1ラム平方センチメートル小圧、シリンダー系を縮小しつつ、牽引力の若干の増大を図っている。また、リベット接合部を電気溶接で置き換えるなど、構造と工法の見直しを行って、軸重の軽減と全長の短縮を実現し、 全国配備が可能となった。最大同軸重を14.3トンに引き下げ、これにより D50 型では入船が困難だった、平船への入船が可能とされた。ただし、標準系以降は最大、平均ともに同軸重が増大し、特に最大同軸重は最終的に15.11トンと D50 系以上の値となっている。 全長は初期型で D50 型より 571mm 短縮された。フロントオーバーハングの大きい D50 型は対向運転や推進運転時に軽量な二軸車を中心として連結相手を脱線させてしまう事故をしばしば起こした。この問題は本形式で全部デッキと仙台車の設計変更により改善が図られたが、その反面、 仙台車周辺の保守が困難になり、研修陣には D50 型と比して本形式を嫌うものも少なくなかった。また、仙台車からテンダーの第四軸までの長さが17メートルを、前部端張りからテンダー後部端張りまでが19メートルを、それぞれ超過する D50 型は60フィート転車台での転向が難しく、通常は20メートル転車台での転向を、 必要としていた。この短縮により、赤ん線クラス以下の路線に多数存在した60フィート転車台での転向が可能となったことは、本形式の運用範囲拡大に大きく貢献している。道輪はそれまでのスポーク道輪から和心を中空構造の箱型輪心に変更している。これはアメリカで開発され、本形式の設計が始まった1935年の 前年にあたる1934年に製品が発表されたものをいち早く採用した形である。その構造、形状から太鼓焼きやレンコンといった異名で呼ばれることもあったが、円盤に近い形状であるため二周の各部に均等に力がかかり、また比較的軽量であるという利点から、以後ほぼすべての小形状機機関車に採用されている。戦時型では、 ボイラー使用圧力 15kg、平方センチメートルへの引き上げがなされ、同軸重の増加もいって牽引力を増大した。初期系、標準型についても戦後に貫圧の引き上げと、和え、増大改造が行われた。登場時は燃焼室を装備していないため、他国の蒸気機関車と比較すると、熱効率が良いとは言えなかったが、戦後に、 重油平年装置が追加され3分の1以上も石炭が節約できるようになったほか、引っ張り定数、または速度を10%向上させている。電気溶接の全面的な採用と箱型化され、同輪輪芯など、携帯的には同時期に設計された C57 型との共通点が多い。本形式は製造時期と、携帯から3種に代分される。 いかにその特徴を記す。初期系1号機 D5151D5123D511 から85.91から100標準型 D51720 標準型 D51 の運転席 D5186 から90.101から954これらの機関区2本形式が配置されるようになるのは 当時在籍していた D50 型が、戦時中の国士で疲弊、老朽化し、宅からの転入による代替車両の確保が事実上不可能となってから、つまり本形式以外の選択肢が消滅して、以後のことである。その一方で、工術の人良式機関区用に本来ならば、急行媒戦容器が必要な区間で運用されたほか、大型機の使用されなかった四国船で、 公売区間の輸送力増強に力投するなどの実績もある。最終的に、デゴチはきつい坂を登っていても、絶対に止まることはないから安心しろと機関士に評価されるようになった。なお、本形式については、戦時中以降、輸送力増強を図って、同軸重の引き上げが許容され、フロントデッキなどに、コンクリート階の支重を搭載することで空転癖の、 改善が実現を見ている。戦時型 D51-072 戦時系の特徴であるかまぼこ形ドームをボイラー上に搭載する。D51-1001 から1161量産を進める段階で国内情勢が戦時体制へと突入し、貨物機である本形式に対する需要が非常に大きくなったため、国内の大型機関車、メーカー5社と 国有鉄道の工場のうち8工場が製造に参加し、1936年から1945年までの間に1115両もの多数の車両が製造されることとなった。そのうちの8両については、国有鉄道の発注ではなく、私鉄の戦時買収や、南からフトの内地化に伴い鉄道省へ編入されたもの、外地向けのものが、 戦況の悪化に伴う正解剣創失により発送できなくなり国有鉄道席を得たものである。また、955から1000は欠番となっているが、戦時型を1 0 0 1から不番子番号で区別したためである。そのため、国有鉄道所有機のラストナンバーは1161である。これらのほか戦前から 台湾総督府鉄道向けに製造されたものが32両、戦後にソビエト連邦サハリン州鉄道向けに輸出されたものが30両、国連軍に納入されたものが2両、さらに1951年に台湾鉄路管理局向けに輸出された5両が存在する。これらを合わせると d 十一型は百八十四両製造されたことになる。国有鉄道発注者は 全部で1,107両である。その製造の状況は次の通りである。D511.2D51864.865 めぐみしとり鉄道より買収。1944年に未成のまま買収されたカラフトの孤立鉄道より編入したもので、おおむね標準型に準ずるが、寒冷地対策として製造時より密閉キャブであり、 炭水車の前端部にも風よけを立てて、キャンバス製のホロを、運転台との間に設けていたのが特徴である。1943年、汽車製造制。この2両は、カラフトには送られず、北海道内で使用された。D5101D5105D51950D51954。1944年、イブリ従官鉄道より、 買収内地施鉄が D51 系同陶機を新造した唯一の事例である。D5101D5103 の三両は同鉄道開業前の1940年5月に設計認可を得て開業直後の1941年1月に竣工した。厳密な竣工日は順に1941年1月9日、11日、13日。 以後輸送力強化のため、それぞれ1942年7月17日1943年5月7日付で D5104D5105 が増備された。製造は D5101D5104 が汽車製造、D5105 が日立製作所で、いずれも同時期の小鉄向けに準じた仕様で竣工しており、携帯も標準型と同様である。 D51161 日本窒素より購入。海南島の日窒工業赤六鉄道で使用するため、日本車両製造本店で製造されたものの、海軍の敗退で正解権が失われ、発送できなくなったものを国鉄が購入した。戦時系であり、D51 系全体で見ても唯一の1945年製で、鉄道研究者の実験により、 工作方法がより簡素化されていたのが確認されている。中国海南東の鉄石輸送のための日筆工業石六鉄道は1 0 6 7ト、mm、ル期間であり、1942年及び1943年に5両の D51 型が供出されたが終戦時には2両のみ存在していた。戦後の動向は不明であり、中国国鉄の形式も持っていない。 同体復元された台湾鉄路管理局 DT668 号機に来た指定分解産として生態保存されている台湾鉄路管理局 DT675 号機当時日本の統治下にあった台湾の総督府鉄道向けに1939年から1944年に掛け32両が製造されたもので携帯的には1から27が標準型に 28から32が、戦時型に属する。このグループは日本国有鉄道席を有したことはない。製造の状況は次の通りである。このうち、戦時系の D5128 から32は、正解検喪失で発送できず、一時的な措置として国有鉄道が借り入れ、D511162 から1166として使用された。この時期、 本土ではすでに戦時型が製造されていたが、この五両は戦前の標準型と似る形態で製造された。これは外地向けゆえ、大日本帝国の威信を保つためと言われている。しかし、見た目こそ標準系だったが、ドーム以外の実態、淡水車などは内地向けに製造されたものと同じ、戦時型で、性能、機能面で劣るため、使用板機は、 ボイラー圧力が 12kg 平方センチメートルに制限されていた。この5両は戦後の1946年4月になって台湾に発送された。台湾の D51 型は戦後台湾鉄路管理局に引き継がれ DT650 型と解消された。戦後の1951年国際連合の援助による中華民国の注文で 5両の標準型が台湾に輸出され、DT683 から687とされた。製造は、汽車製造が3両、新密菱重工が2両だった。この5両が D51 型として最後の新世紀となった。触れない鉄道記念館で保存されている、D51 から23別海町、鉄道記念公園で保存されている。 D51 から271949年、ソビエト連邦へ輸出物資の一環として、国鉄型客車各種などとともに30両がカラフトに送られた。なお、よく賠償物資として輸出との誤解が見られるが、正規の条約である日ソ共同宣言の締結は1956年であり、条約締結以前に賠償物資の請求は原則的にありえない。 そして、日ソ共同宣言時には、条約第六項においてソビエトは日本に対し、賠償請求権を放棄している。また当時の複数の文献、機関車第三号や、交通技術五十一号にも、正規の輸出との記述が存在する。一方、賠償輸出という記述が見られ始めたのは、王子の記録が曖昧になりだし、孫引きが増加した九百七十年代以降の、 ことであるこれらは、同年1月から4月にかけて5社で製造されている。カラフト向けに輸出されたものは、国内向けのものと区別するために、形式番号と車両番号の間に、ハイフンが入っている。また、防寒のために運転席は、密閉構造になっているなど、一部構造が、国内向けとは異なっている。なお、形式や、 ナンバープレートにロシア語で使用されるキリル文字のではなくラテン文字の D が使われている。蒸気機関車研究家の薄ゲノ信はサハリン占領後も鉄道システムは日本式だったためではないかと推測している。湯ジのサハリンスク駅前に保存されている D51 から22からふと向け D51 系の製造の状況は次の通りである。 1950年の朝鮮戦争勃発とともに、鉄道は主要な攻撃対象となり、多数の機関車が破壊された。この被害補充のために、アメリカ第8軍は、国連軍名義で、日本に蒸気機関車を発注するが、他社が、南満州鉄道や朝鮮総督府鉄道の設計図を流用して、未開型を製造する中、中日本中工業のみが、 D51 型を標準機、密閉、キャブ化して納入した。製造の状況は次の通りである。2両とも休戦後に、大韓民国交通部鉄道局に引き渡され、7型1.2として1960年代まで使用された。戦後、軍需貨物輸送の事実上の消滅と、食糧難に起因する、買い出し、等による旅客の激増により、戦時中とは、 貨客の輸送需要が完全に逆転した。これに伴い、戦時中に最優先で量産されていた車例の若い、貨物用機関車が大量に余剰をきたす一方で、旅客用機関車は1942年以降、製造されておらず、1946年から1947年に、かけて、急遽、C57 型32両と C59 系73両が、 製造されて不足が補われ、以後も順次旅客用機関車を増備して、旺盛な旅客需要に対応することが計画されていた。実際にも c 5 7 5給両形式の追加生産が継続的に実施されており、1948年の段階で機関車、メーカー各社は大量の仕掛け品在庫を抱えていた。だが、 その後は預金封鎖が断行されるほど逼迫していた政府財政に起因する予算凍結が実施され国鉄は機関車の自由な新規製造が不可能な状況に陥ったそのためなおも不足する旅客用機関車を確保すべく1948年に GHQ 側担当商工でグロートの助言に従い本形式のボイラーを活用し C57 型相当に重輪一軸を追加した軸配置、すなわち C57 型のパシフィックから C60 型や C62 型と同様のハドソンとすることで重量増に対応する走り装置と組み合わせた C61 系旅客用機関車が33両製造されている。新規製造ではなく書類上改造扱いだったため、 予算会計上の規制を回避できた。すでに車席が存在していれば、実際には完全な申請であっても、書類上、改造とすることで、会計監査上の手段を免れうる、という、いかにも、官僚主義的なこの回避策は、戦前の統制経済初期段階から、地方施設では、車両確保の上等手段と化していた方策である。つまり、国鉄当局は、 貨物用機関車のボイラーを旅客用機関車に転用すればよいというデグロートの助言をこれ幸いと現地にとって戦前から監督官庁としてその手口を知出していたこの策を講じたまたこのプランは仕掛け状態で宙に浮いていた C57 型未成車の部材ひいては突然の予算凍結で困窮を強いられたメーカー各社の救済という意味合いもあり 33両という、いかにも、中途半端な製造量数も仕掛け部材の残数に、由来する。さらに、1960年には、地方選区への転用のため6両に、軸重軽減の改造が施され、新形式の D61 型となっている。個別の改造機として注目すべきは、1956年11月の、運転業務研究会発表資料として、 軸重可変機構を付与された、奈良機関区所属の D5165 である。当時の奈良機関区は駐在化信号上前後に、片越えの南昇用ス関西本線を担当しており、重量級列車の機関車運用には、困難を伴い、特に上り勾配での引き出し時に、重心移動で空転が発生しやすい本形式は、その改善が望まれていた。 D5165 での改造は、この問題を解決するために提案されたもので、第4道軸後部の主台枠に空気シリンダーを取り付け、第4道軸と主台車を結ぶ、釣り合い針の支点位置を移動させて、軸重バランスを変え、これにより道軸重を通常の13.96トンと15.46トンに切り替え可能とするものである。この軸重可変機構は、上り勾配や、 出発時における空転抑止に加え、散車量の減少により軌道保守の負担軽減にも資するという特徴を有し、さらに単純に、高線規格対応の協力機を導入する場合とは、異なり、上り勾配区間や駅構内などの必要な区間のみを軌道強化すればよく、本形式の運用線区に制約を加えるものではない、というメリットもあった。もっとも、この方式は、 動力近代化の方向性が定まってからの改造のためか他社には波及せずに終わっている。ただし、D51-65 は、その57機関区から水田第一機関区へ転じ、水田奏車場の入れ回帰として、比較的長期に渡りこの仕様のままで運用された。なお、この軸重下辺の思想は本形式の後継者となった DD51 型において、形を変えて、 日の目を見ている。その他にも D51 型は、使用線区の事情に応じて様々な改造が施され、北海道や東北地方では寒冷地対策として、運転室特別整備工事と称する、開放系運転台から乗務員扉のついた密閉系運転台への改造が実施され、品質の悪い石炭を常用する、常磐線で運行されていた身と、 対ラ機関区配置の D51112.121123.248313.381389.411503.551645.647672.695821.914931.946024.1068 の20両には1。資料での投壇量が四 5トンを超過していたことから、機関女子の二人乗務を避けるべく自動休憩期を追加搭載。長野では、砂巻管の増設が行われている。その他にも、重油、平野機装置や ATS 用発電機の設置、副島の設置、キャブの屋根の後方への延長、運転室左右の前面部への旋回窓の設置、さらには変形デフや、終焉装置の装備、 誘導通風装置の取り付けなど、変化のバリエーションは多い。重油平年装置用の重油タンクの装備位置は、地域ごとに異なり、ボイラー状のドームの後ろ側に680リットルのかまぼこ形タンクを装備するケースと、淡水車のタンク後方に1500リットルもしくは3000リットルの脳型体タンクを装備したケースがある。また、 被殺船大旗越えに使用された人吉区の D51 は、ボイラー状のタンクの容量不足を補うために、助手席側ランボード上に200リットルの補助タンクを装備していた。誘導通風装置は、1963年3月に、長野工場で改造された D51-349 を皮切りに、 1 7. 120, 7. 22, 1 7 1 2 0九6 7 2 2 6 2 3 2 2 4 1 2 5 2 2 7 6 2 8 5 2 9 3 3 0 8 3 1, 1 7, 9, 5 3 2 8 3 4 3 3 4 5 3 5 7 3 7 1 3 9 1 4 1 3 4 5 7 4 9 2 5 0 9 5 3 9 5 7 0 6 0 5 7 1 1 7 2 5 7 3 3 7 百4 2 8 4 2 9 5 2 9 5 3 3 7 1 0 4 2 1 1 9の合計36両に対して取り付けられた。新断の溜まりが多く、また、日の子止めとしての効果も得られるなど高成績で、秋田機関区や北海道の各機関区、特に追い分け機関区所属者に対して集中的にこの改造が実施されている。その中でも、 北海道で活躍した D5154 は、ナメクジ形ドームの砂箱前方を取り払い、その部分により前方を標準型と同様の形態に改装され、ナメクジ形ながら標準系の風貌を持つことで知られた。この機関車は、得意な改造だったため、オリジナルを尊重する愛好家からは敬遠されたものの、変形機としての人気があり、地元では、おばきという愛称で呼ばれた。 室蘭本線で貨物列車を引く D51-260 全国の幹線、赤寒線に普及し、至るところでその姿は見られた。ただし、四国では土産本線限定で使用された。貨物用のためじみな存在だったが、中央本線や函館本線の山線区間などのように急行バイク間の多い路線では、 休行をはじめとする優等列車を含む旅客列車の牽引に使われることも多く、右越本線などのような平坦路線でも旅客列車牽引に使われた例があった。D51 型は軸重が大きいため多くは東海道本線や山陽本線、東北本線などの幹線の貨物列車を中心に牽引した。中にはおし列車を牽引した車両や 戦術の D51-65 のように、新鶴見操車場や吹田操車場などの機関ヤードで、ハンプを仕上げようとして使用された車両もある。運転、保守両面では一部勾配線を除き概ね好評を、白し、全国的に、鉄道車両の保守状態が劣悪だった第二次世界、大戦終結直後でも、本形式は9割を超える車両が、稼働状態にあったと言われる。また、 本形式以前の機関車は乗務員が慣れるまでの評価が低いものが多かったが、本形式は予想以上の好評で迎えられ、一番扱いやすい機関車であったとの証言も残っている。しかし、勾配での重量貨物列車牽引においては、出力の増大と入線範囲拡大を目的とした同軸重の減少、それに車体長短縮などの設計上の無理に起因する、 不適切な同時苦渋配分によって、上り勾配での引き出し時に生じる重心移動で、空転しやすい傾向があり、勾配線では、基本となった D50K の方が有利な局面が多々存在した。また、車体長短縮のために生じた前後方向の、重心位置のアンバランスを、運転台の小型化で是正しようとするなど、 乗務員の作業環境を無視した設計となっていたため、運転台が広くしかも乗り心地に優れる D50 型を運用していた各区からは、国評を受けた。中でも、初期型の評価が、特に低く、事例として1.2号機をはじめとする初期型の、申請配置先だった鶴ヶ機関区や松本機関区、それに、基礎福島機関区などの、各機関区は一旦は初期型を受け入れたものの、 ほぼ例外なく2年前後、最短では約10ヶ月で宅へ転出させ、その後は他に選択肢が存在しない状況になるまで、初期型を受け入れない対応を行っていた。改良型が浜松工場で急遽試作され、1位日を修正し、空転問題を多少なりとも改善した背景には、これら購買船担当各区の受け取り拒否に等しい、厳しい対応が影響している。 さらに前期の各区は D50 型が空転し多数の窒息による重症者と死者を出した痛ましい事故が記憶に新しく標準型についても否定的で一例として上、諏訪機関区では1941年に本形式が3両申請配置されたがその年のうちに全数を宅へ転属させて D50 型に戻している。もっとも 勾配線での牽引力に優れていたため各地で、貨物は元より旅客列車にもその性能を発揮している。突起すべき区間として、矢竹越えこと33.0パーミルの急勾配が存在する人吉吉松間を受け持つ、人吉機関区では、勾配用機関車 E10 型よりも曲線での空転が発生しにくいことから、1972年に、 DD51 型へ置き換えられるまで本形式が使用され続けている。こうして急勾配でも D51 は絶対に止まらないと運転側に信用されるようになった。これに対して平坦線を担当する各区は稲沢機関区を筆頭に否定的な反応を示しておらず高速走行時の脱線対策が取られていたこともあって比較的スムーズに導入が進んだ。 戦時中には輸送力増強のためボイラー増圧に伴う空転対策が必要となったことから平坦線各区に配置された車両を含め本形式は初期型を中心にコンクリート製の指順をフロントデッキに搭載するなどの対策が講じられている。これにより動輪上重量が15トンに増えたほかシリンダー剣引力が D50 型より8%上昇した。 1941年から生産された C59 型は当初の計画では本形式とボイラーを共通設計として量産効果や保守の容易化といったメリットが出る予定だったが本形式において前後方向の重心問題が解決しなかったことで共通設計を断念し対策として本形式のものを基本としつつキセル長を 500mm 延長して 重心を前方にシフトさせた専用ボイラーを別途設計することを強いられている。しかも、それでさえ、樹軸の軸重が課題で列車引き出すときに、車輪の割り損事故を引き起こすなど、ボイラー過失付近の重量が課題であることを示す、トラブルが頻発しており、この点からも、本形式のボイラーは、機関車の重心設計という点で決して好ましい。 デザインではなかったことが見て取れる。国鉄型蒸気機関車の中でも特にその末期まで、残存した量数の多さと、知名度の高さにより、名機、代表機、代名詞などと表現されることもある、本形式であるが、その広範な運用と知名度は、戦時体制に伴う、貨物機大量需要から来た、膨大な量産と、無理のあるコンパクト化によって、軸量や転車台、 曲線性能の関係で入線可能な区間が多かった結果に過ぎなかった。もっともこれだけ生産されながら余剰機が出始めたのは動力近代化の進んだ1960年代からであり各地の幹線、赤幹線で活躍し輸送力増強に貢献している。設計上の無理が生じた車両長の短縮についても幹線は電化による 近代化が進められていくことから、阿寒線でも十分な性能を発揮できるよう考慮されてのことであった。夕張線、室蘭本線の貨物列車牽引では、夕張方面の炭鉱から室蘭港へ向かう2400トンの運搬列車を D50 型とともに短期で牽引する運用をしていたことがあった。1953年時点では本形式で、 函館本線小樽築港滝川間と室蘭本線岩見沢追分間で県引定数が換算185両追分室蘭間で換算260両を設定。1952年2月に追分室蘭間で3000トンの引き出し試験をしたところ成績は良好だったものの単線区間の線路有効長の関係で実施に至らなかった。ここは 重輪を持たず、引き出し性能で有利な9600型が2000トン牽引を行っていた区間であるが、夕張方面の炭鉱から、追い分け駅を経て、苫小牧駅付近までの片勾配の緩い、下り坂区間においては、いかに長大とは家え席の席車状態の編成であれば、走行抵抗が小さく、本形式の短期でも引き出しさえすれば、あとは、室蘭港まで引っ張っていけた。なお、 引き出しは非常にゆっくりしたもので、一両ずつ連結器がぶつかる、音を立てながら行われた。この列車の尋常ではない長さは、空車の時には緩い上り勾配であることと合わせ、多く連なる席が空気を巻き込んで抵抗が増え、速度が上らなかったほどである。大戦中は10パーミル勾配区間で本形式に8620。 ガタを補助機関車として付けることとして1200トン列車の計画が立てられたが、機関車の所要数の増加を招くことから中止となった。旅客列車の牽引では、函館本線の急行列車の牽引が特筆される。これは、函館おしゃまんべ間を短期で、おしゃまんべおたる間の通称、山線を十連で牽引するも、 高速運転で各部の損耗の速さによる研修の負担と振動の激しさと連続立行で女子二人乗務で登壇することによる乗務員の負担課題から C62 型への転換が行われ1971年には DD51 型に置き換えられた山線区間の仕業は機関車、乗務員ともに限界に挑むものであり、計員機が更新されるたび、 運転時分も短縮していった。繁忙期には、不足する旅客機関車に代わり臨時列車の牽引を受け持つこともあり、強力でスピードも出せるため勾配線では旅客列車を引っ張り、急行列車の先頭に立つこともあった。東北本線の臨時急行では、ダイヤ上の関係から時速80キロメートル近い速度を出して運行されていた。 これは運転規定の最高速度時速 85km に迫るものであり、前後道と乗り心地の悪さは異常なものであったと語られている。電化やディーゼル化の影響による余剰廃車が本格的に出始めたのは1967年頃からのことで、蒸気機関車の最後の時期まで多くの本形式が残っていた。 特に1960年代から1970年代にかけて、赤北本線、東北本線、大宇本線、白尾線などの急行バイク間において、10連や30連などで活躍する姿は、当時の SL ブームの波に乗り、鉄道ファンや写真家、マスコミ関係者などの間で大変な人気を集めた。また、上越本線をはじめとする日本の原風景が、 残っていた線区を走る勇士を撮影する鉄道ファンの姿も多かった。しかし、製造量数が多いこともあって、当然蒸気機関車の中でも残存量数が多く、他の機関車よりも多く見ることができたため、鉄道撮影を主とするファンの中には他の少数派形式が来ることを期待していて、本形式が来ると、また D51 かとため息を漏らすものや、 本家式牽引列車の場合はシャッターを切らないものも少なからずいたという。最後に残ったのは北海道の追分機関区に所属していた合僚で C57135 牽引の国鉄最終無式牽引旅客列車運転から10日後の1975年12月24日まで使用され、この日は241号機が担当した。これが 国鉄における蒸気機関車権引の最終貨物列車、並びに国鉄最後の無式本線走行となった。これらの国鉄蒸気機関車の最後を飾った、お岩家区所属の D51 型は、地元、お岩家町や東京都台東区上野の国立科学博物館などといった各地に保存が決定していたが、1976年4月13日、 深夜に発生した追い分け機関区線形庫火災により、国鉄最後の蒸気圏入れ替え運用機79,602号機や、配属されたばかりの新鋭ディーゼル機関車8両と、共に4両が消失した。現在、阿比良町の鉄道資料館には、旧追い分け機関区の機関庫の火災で消失した。 当初の生態保存予定機である241号機他の代わりとして、小樽蓄光機関区や追い分け機関区などで使用されていた320号機が生態保存されている。320号機は、本来は生態保存を予定していなかったが、急遽生態保存機となったものである。また、国立科学博物館には同じく予定されていた603号機の 大体として231号機が保存された。なお、最終5両のうち916号機のみが前橋市前橋子ども公園に保存されている。日本国外では台湾で DT650 型として37両が使用された。台湾で使用されていたものはすでに全社廃車となり、うち4両が生体保存されていたが、2011年11月に、 DT668 が胴体復活した。観光用、イベント用として活用されている。サハリンで使用されたものは引退後6両が帰国し、各地に保存されているほか、現地でも4号機が観光列車として運行されている。蒸気機関車の代名詞でもあった D51 型は、日本国内に限っても2021年現在2両が本線で、 運行可能な状態で、胴体保存中、それ以外にも100両以上が、全国各地の鉄道博物館や、その他博物館、公共施設、学校、公園などで保存されている。なお、そのうち1.187200.488745号の5両は、純鉄道記念物に指定されている。 JR 東日本 D51498D51498 東日本旅客鉄道が1988年に胴体復元した機関車である。車席は1972年に一旦抹消されたが1988年の胴体復元に伴い同年復活した。JR 西日本 D51200D51200 西日本旅客鉄道の京都鉄道博物館に保存されている200号機は胴体保存されており、車席も有するが、全般検査を受けていなかったため本線走行はできず、館の展示線での展示運転のみに止まっていたが、2017年に本線運転可能な状態に復元され、SL 山口号での運用を開始した。車席は百七十九年に一旦、 抹消されたが、1987年に復活している。2006年、梅工事の蒸気機関車群と関連施設として、純鉄道記念物に指定された。台湾鉄路管理局 DT668DT6682011 年10月28日に、海線にて試運転を行った後、11月11日の内湾線の記念運転を経て、 正式に、胴体復活となった。以下に番号と所在地を示す。生態保存が大半だが、施設内を遊覧運転する程度の胴体保存がなされている、車両もある。本形式の相性としては、デコイチ、デコイチともに用いられている。現在は、デコイチが多く見られるが、過去には、各鉄道趣味誌においても、デコイチの表記が多く存在していた。 なおこの愛称については、本来はデコイチだが、SL ブーム以降、デコイチの方が一般的になったという見解もある。竹島紀元は、戦前の蒸気機関車のニックネームとして、鉄道現場に存在したのは、自分が知る限りでは、D50K のデコマルと D51K のデコイチであるとし、鉄道現場のスラングのようなものでその発生や、 普及変遷について確実な状況はつかめないと断った上で以下のような点を指摘している。一方、1946年発行、江戸期鉄道科学にデゴイチと呼ぶのが普通でありますと書かれ、内田百による1950年頃の国鉄職員が D の51だからデゴイチだと言ったとする記述もあるため、少なくともこの頃にデコイチのみだったと言えない。 初期系の愛称の、なめくじは、1936年3月発行の、鉄道趣味で、宮松金次郎が、上から見たところはちょうどボイラーの上に這い回る、なめくじですと記したものが初めで、後年になって広まったものとされる。ありがとうございます。